すごいいい感じですね、ストレートでも。こんにちは、ウイスキーハイボールです。日課のブラックディープブレンドなんですけども、ストレートと抜栓のシーンがね、撮ったはずなんですけど、撮れてなかったので、もう一回ストレートで飲むところからいきます。今日はブラック日課のディープブレンド飲んでいきたいと思います。さっき抜栓しちゃったんで、ね、もう空いてるんですけど。ブラック日課のリッチブレンドがすごい美味しかったんで、これも期待してます。1250円ぐらいで買えましたね。で、リッチブレンドが、900円台で売ってたんでね、リッチブレンドもう1本また買おうかなと思ったんですけど、飲んだことなかったんでね、今回ディープブレンド行ってみます。こちら最初ストレートで行ってみます。まあね、さっき1回飲んでるんでもう分かってるんですけど、匂いはほのかに甘い感じで、いい匂いです。程よい甘さでビター感があってですね、まあガツンとね、45%なんでガツンときて、名前の通り深い味わいですね。リッチブレンドよりやっぱ上って感じしますね。200円差ぐらいですけどね。でもそれでもね、今1200円ちょっとで買えるんで、まあ、高いとこだと1500、600円とかもっとぐらいですかね。でも全然普段飲みですごいいい感じですね。ストレートでもこんな感じで飲めて、ああ美味しい。これはいいですよ、ディープブレンド。なんかいろんな方がね、美味しい美味しい言ってるんで、やっぱり美味しいですね。コスパがめちゃくちゃいいですよね。これ値上げしてもね、まだ1200、300円前後ぐらいですもんね。いやー、いい感じですね。では続いてロックでいきます。ロックでも美味しい。そうですね、ビターさ、甘さともにそこまでではないけども、コクがありますね。1250円ぐらいで買ったんですけど、めちゃくちゃそう考えるとコスパいいですね。これだけだったらまあ満足ですね。リッチとちょっとだけリッチブレンドより高いんですけど、今100円200円ぐらいですからね。どうだろうね、まあ、普段飲み的にはもうどっちでもすごいいいですね。今日リッチブレンドがなんか1000円以下で900円台で売ってたんで、そっ買っちゃおうかなと思ったんですけど、まあせっかくなんで初めて飲むディープブレンド飲んでみましたけど、やっぱり噂にたがわぬ美味しさですね。次じゃあハイボールいきます。ブラックニッカディープブレンドハイボールです。まあそらロックとストレートで美味しかったらハイボールも当然美味しいですよね。もう美味しいですね。あと濃い、濃くていいですね。 45% はいいですね。コスパすごいんじゃない、 45% ってことはね。いやー、これ普段飲みにもうこれでもうほんと十分ですね。日課ブラックのディープブレンド最高でございます。
それではご視聴ありがとうございました。